魔界少女犬の前に現れた生命は互いの人型の魂を奪い合う脱魂の儀式を提案する。ここで生命と魔界少女犬は口寄せの術を使い互いの人型を増やすことになる。脱魂の儀式第一試合は生命が瀬戸の無名の勇者越智康成を召喚、魔界少女犬は戦国の歌舞伎者前田慶次を召喚する。慶次は康成に勝利するが康成との再戦を望み脱魂せずに去ってしまう。第二試合、生命は石川五右衛門と鶴姫を、魔界少女犬は猛牛馬と巴御前を召喚する。この戦いは魔界少女犬側が勝利し五右衛門は脱魂されるも鶴姫を康成が救い出す。謎の青年光は浅葱に近寄り父の敵が源義経であることを明かす。そしてこの日最後の脱魂の儀式は生命側義経、魔界少女犬側は風魔小太郎を召喚。この戦い、義経は呪い歌を捧げる魔界少女犬ジャミを倒し平良に迫るが浅葱が現れ義経に術をかけ小太郎が逆転勝利を収める。小太郎は義経に復讐を果たそうとする巴御前を退け義経の魂を抜く。平は小太郎に勝利の褒美として自由を与えるのであった。こうして脱魂の儀式は終了するがその陰で光は弁慶の魂を使いあるものを解放するのであった。